だからまた面倒くさい写真のことを言うと、写真はやっぱり最終的には記録に過ぎないから、でそれが一番重要なところだよね。でその記録というのは、そのコピーをする、世界をコピーするっていうの、時間をコピーする、ね、人間をコピーするっていう、つまり町のものは町へ返せと。カメラはコピー機だ、写真は複写のツールだから、だからいいんだよ、記録に過ぎないから。でそれが一番重要なんだよね。街頭、いわゆるストリートスナップのカメラマンは常に作家だからさ、その一瞬の違和感というか、一瞬の興味というかね、そういうものがすれ違う感じ、その作家が面白いし、その作家の中で映るものがね、なんかいいわけで、まあね、そういういわゆるスケーターっていうか、なんかそういうプロのスケーターなんかの内情っていうのも分かんないからね、そこでこう、上手い人っていうの、魅力的なスケーターはさ、一応スターだよね。そういうむしろ感覚、街中のなんか汚れになっていくじゃん。それでもいいよね。写真は意味ではないと、まあ、意味付けをすればできるけど、もともと大した問題じゃない。写真は意味じゃない。やっぱりブルース・リーが言ったじゃん、勘次郎ってさ、世界をコピーする、時間をコピーする、人間をコピーする。カメラはコピー機だし、写真は複写のツールだから、魅力的なスケーターのスターだよね。そういうむしろだからいいんだよ。写真はやっぱり最終的には記録に過ぎないから、一瞬の違和感というか、一瞬の興味というかね。常に作家だからさ、とすれ違う感じ、街中のなんか汚れになっていくじゃん。それでもいいよね。つまり街のものが街へ返せと。写真は意味ではないと、まあ、意味付けをすればできるけど、でもそんなこと大した問題じゃない。ブルース・リーが言ったじゃん、感じろってさ。